例えばさ、ね、あの、こんな時はああよ、こんな時はああよとか言って、いちいち言うよりも、ね、電話取ってお客様から聞かれるために、こうです、ああですとか言うので、ね、覚えてもらおうと思って、電話を結局、新人に取ってもらったっちゃう、前は。うん。ただ、お客さんにとってみればめっちゃ長いことだよね、うん。今考えたら。ということで、あの、今は、その、なんていうの？あの、電話は一番あの仕事が分かってる人が取れっていうことになったもんやけん、うん、私ばっかり取れよった。そうっすよね。でも、コキさんの時は、自分が取ってますね、なぜか。わからんことが多い。いや、だから前はその方式取れときて。ああ、だからですかね。なんか、コキさん、電話取って、みたいな。うんうん、うん。でも断る理由ないじゃないですか、別に仕事、うん、仕事終わって、取れてますか、うん、でも分からん。でもじゃあまずさ、まず一番最初電話取るときね、うん。お電話ありがとうございます。春バッチの三岡です。ちゃんと言うよ。はい。うん、お電話ありがとうございます。で、その時、そうだよね。お電話。うん。で、発声の方法がまずね、いい？お電話ありがとうございます。春バッチの三岡です。なんで、お電話ありが、もし、私は女が少し高いかもしれないけど、はい、じゃあ少し低くいったとしてもね、お電話ありがとうございます。春バッチの三岡ですって言うと。お電話ありがとうございます。春町の三岡です。そういうことです。うん。だから自分が思っております。自然に笑っちゃうから、笑いながら。そう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 。そういうこと。電話対応。そう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 いうこと。で、もうとにかく、わからんけ、では少々お待ちくださいませ。保留やろ。で、中身だからじゃ。もうとにかくそこまではワンセットよ。で、そこから考えればいいんだ。保留すればいい。保留で押す。そう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 。で、すぐ対応できるんで当たり前と思う。そう。わからんじゃん。ね。そうそうそう。だけ、個室の方式が、要するに、スタッフを育てる方式なんですよ。で、私は変に勉強したら、要するに、分かっとう人が電話を取れっていうのだ、うん、そうかと思って、私の場合はしょっちゅうけど、電話取っていう。はい。っていう。で、取れる時は取っていい。電話のすぐそばに。だって、はい、私が店先しようときとかだったら、電話取るべきだろうね、はい、もうね。そうですね。なんでしょう。そうですね。そうです。そうですね。どっちでもいいんじゃないですか。いや、ソース何もやっても、ソースね。あ、そうですね。いらっしゃいませ。